今回も動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。久保木ひろとです。今回歌う曲はですね、濱田省吾さんの十九のママサという曲です。この曲は濱田省吾さん70年代から歌われていた曲で、でもレコードにはなっていなくて、86年大名盤 J-BOY に、この曲、収録されましたけれども、濱田省吾さんのことが好きな方だったら絶対この曲は多分大好きなんじゃないかなという、ラブソングを歌う濱田省吾さんとしてその良さが全部詰まったような曲というか、最終的に別れてしまった過去の恋を思い出す曲ですけれども、やっぱり予備校っていうところがね、一浪されてる濱田省吾さんらしいところでもありますし、恋に落ちて別れる、この間、投稿したさよならに口づけもそういう感じですね。甘酸っぱさがしっかりとこう詰まっていて、なんか時代を超えてますよね、この曲も。私はこの曲を知った時は15歳だったんで、19歳にはまだなってなかったんですね。で、19のママさを聞いて、あ、そっか、こんな甘酸っぱい恋愛が19歳になればできるのかもしれないな、なんて思っていたんですけれども、19歳の頃はですね、男友達とばっかり遊んでましたね。というわけで、濱田省吾さんの19のママさ、聞いてください。予備校の湿っぽい廊下で、あの子を見つけた。放課後の図書館のロビーで、思い切って声をかけた。でも僕らもう二度とあの日のきらめきこの腕に取り戻せない。受験日はそこまで来てるのに、何にも手につかず、二人でいると切なくて、わけもなく喧嘩ばかり。春になれば全てうまくゆくさと、別れたよ映画の後、クリスマスの夜、いつまでも忘れない。今でも目ぼこして閉じれば19のママさ、でも僕らもう二度とあの日のきらめきこの腕に取り戻せない。
ほらネクタイ締めて僕が僕じゃないみたい。いつまでも忘れない、今でも目を起こして閉じれば